日本を取り戻す CGS 政策コンサルタントの室伏健一です。皆さんご承知の通りですね、今年の10月からですね、インボイスという制度がですね、導入をされるという予定になっております。予定になっておりますというのは、インボイス反対のですね、声がですね、かなり大きくなっておりまして、ストップインボイスという活動をしているですね、フリーランスの方々とか、あとインボイスの導入に反対をしている税理士の方々の団体があるんですが、そちらの団体がですね、反対の署名を集めまして、その署名がですね、財務省に提出した段階で36万筆集まったと。で、その後も集めてまして、もう今30万、もう40万筆ぐらいになっているというふうな状況になっています。で、その36万筆のインボイス導入反対のですね、署名を受けてですね、官邸は相当この話にピリピリをしているそうです。ですから極力岸田政権としてはインボイスの話を出さないようにしているという、極めて姑息なですね、対応をしていると。岸田政権といいますか、財務省という役所ですね。はい。やってるのは主税局の総務課というところですね。はい。悪の根源は主税局ですね。はい。国税庁は単純に税金を集めてきたりとか、払わない人を捕まえて払わせるということですから、税金の仕組み、日本のですね、税制を考えて、それでいろんな悪さをしているのは財務省の主税局というところです。そういうことでですね、なんとか財務省なり岸田政権はしらーっとですね、このインボイスという制度を導入をしようとしているようでありますが、このね、インボイス、正確に言いますと、適格請求書等保存方式と、適格請求書等というのは、そのインボイスのね、番号があるんですが、その番号を付した請求書なり、それから領収書でないと、仕入れ税額控除はできませんよということなんですね。別にそれ番号を取ればいいじゃんと思うかもしれないんですが、この番号を取るためにはですね、消費税の納税事業者にならなきゃいけないと。あれ、皆さん消費税払うはずだから当たり前なんじゃないのというふうに思われた方がいらっしゃるかもしれません。で、現状の仕組みではですね、1000万円未満のですね、年間の売上の事業者は、消費税、これがですね、免除されているんですね。ところが、インボイスをですね、発行してもらわないと、そこから何かを仕入れた事業者さんというのは、その分を仕入れ税額控除ができなくなってしまいますから、そうすると何が起こり得るかというと、いや、君インボイスやってくんないんだったら、僕もうあなたのとこともう取引やめますよということが起こるんじゃないですかということだけじゃなくてですね、仮にインボイスを発行してくれたとしてもですね、またこれ照合して本当に突合してめんどくさーというので、課税事業者の方でももうこんなもんちょっとめんどくさいからやめてくれよと。で、税理士の方でも、全国組織はですね、どうも君たち賛成って言ってくれるよね、という某役所から言われたんじゃないでしょうかね。それで、賛成とちょっとなんか、形だけ賛成って言ってるようなんですが、最近ですと、若手の税理士の団体もインボイス導入反対というのを表明をしておりますし、これは免税事業者だけではなくて、課税事業者も、そして、事業の方々も、もうこれはちょっとやめてくれよ、というふうな話になっていると。いうのが現状なんですね。こういった話って大手メディアで聞かれたことありますか？ないですよね。なぜかというと、大手メディア自体がそもそもこの消費税という仕組みを理解をしてないというか、誤った情報を流しまくってきたと。流しまくってきたので、今更間違ってましたと言えないと。そもそも消費税という税制自体が完全な間違いなんですけど、それ自体を間違ったと言えないと。いうことで、ひたすら嘘を垂れ流していると。こういう人たちなんて言うんですかね。なんて言うかということを言うと、この動画消されちゃうかもしれないので、皆さんの頭の中で想像していただきたいんですが。ということでですね、まずはとにかく消費税というのは、どういう制度でどう問題があるんですかということをですね、ちょっと今回は解説をしていきたいと思うんですが、皆さんね、消費税というものをね、思い浮かべると必ずというか、ほとんどの方が間接税だと。いうふうに思ってらっしゃるかもしれません。皆さん何か払うときに、例えば100円のものを買うと110円ですと。軽減税率の場合はね、8% ですから108円ですというふうに税金を払っていると。私たちが払った税金をこの事業者は受け取っているのに、それを払わないとは何事だ、けしからんという話に、おそらく皆さん、思ってしまってるんじゃないかと思うんですが、結論から先に申し上げますと、消費税というものは間接税ではなくて直接税であります。と思った方が、この動画の前のですね、ご覧になっている方々、おそらく9割ぐらいいらっしゃるかと思うんですが、これもう残念ながらですね、事実なんです。で、最近ではですね、インボイスの導入にあたってですね、非課税事業者というのは、そもそも払うべきね、皆さんから預かった税金を納めてないんだから、当然だ、ネコババだとかね、益税だとかね、しまいにはね、全然制度とかね、日本の税制とか分かってない某外国人がですね、脱税だとかって言ってですね、言ってるらしいんですけどね、脱税だったらそれ国税庁が機能しないってことで、これは国税庁大変なことになりますよと。あなたは国税反則法とかなんかいろんなものがあるの知らないんですかねということでですね。まあそういうよく分かってない人は、まあとりあえずまあ置いといて、これは制度論から言うと、もうこれ明らかなんですね。で、まずですね、まあ消費税ってどういう法律なんですかっていうことが、まず消費税法という法律がありまして、この第1条に書いてあるんですが、これちょっとマニアックな話なんで、しっかり聞いていただきたいんですが、まず第1条に、見出しって大体ついてるんですけど、普通の法律ですと大体目的って書いてあるんですね。しかしながらこの消費税法という法律、こちらに何と書いてあるかというと、趣旨等と書いてあるんです。趣旨等って意味わかります？あんまよくわかんないですよね。まあ、要はですね、まあ、こんな方向ですよというふうなことを言ってる規定なんですが、まあ、この法律はので必要な事項を定めるものとする。まあ、これは普通に書いてある話なんですが、この1条の第2項にですね、消費税の収入についてはと、うんぬんと書いてあるんですが、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付、並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとすると。消費税と言いますとね、社会保障の財源ですというふうな説明を財務省は繰り返ししています。今この第1条の第2項。確かにそういうことが書いてあるんですが、見出しが趣旨等です。そして当てるものとすると書いてあります。これはどういうことを意味するかというと、まあ、とりあえずそこに使おうかな。多分使おうよと。だけど、他のものにも使ってもいいんだよと。要するに使わなければならないと、当てなければならないと書いていない以上ですね、何でも使える、まあ、財源である。まあそもそもね、税は財源ではないという前提はあるんですが、あえてちょっとまあそこは置いといて、まあ財源という言葉を使いますが、そういうものであるということなんですね。で、そもそもですね、もし消費税が社会保障に使うために、まあ集められている税であるとすればですね、この消費税収というものをプールする特別会計がなきゃいけないはずなんです。ところがその特別会計は存在しません。そして、財務省自身もこの消費税収というものは一般財源である。つまりいろんな税金が入ってきて溶け込んじゃう、こうブレンドミックスするなんかこういろんな絵の具混ぜていくと何色になるかよくわかんないような、こうそういうふうなものの一部であると。いうことを認めてるんですね。つまり財務省は、こっちではですね、消費税は社会保障の財源だと言っておきながら、こっちはですね、制度的に明らかな一般財源で別に社会保障の財源に当ててるわけではありませんということを言ってると。二枚舌を使って説明してる。まあこういうのを何というかって嘘つきって言うんですが、まあ別の言い方をするとペテン師って言うんですけども、まあそういうことをやってるということで、まず消費税というのはただの一般財源で、社会保障のために集められたものでも何でもない。これはもう制度的に明らかであるということが今の説明であります。まあそういったって間接性じゃないんですかというふうな皆さん思われたかもしれませんよね。そうですよね。私その部分についてまだ解説をしておりませんので、これから解説していくんですが、この消費税法の第5条にですね、納税義務者という規定があります。こちらに何と書いてあるかというと、事業者は国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により消費税を納める義務があると書いてあります。もう一回言いますよ。土地はちょっと、省きますけど、事業者は国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により消費税を納める義務があると書いてあります。つまり、納税義務者は事業者であって消費者じゃないということなんです。もしね、消費者が納税義務者であれば、消費者が納税義務者であるということが、これ書かれてなきゃいけないはずなんですね。消費者は納税する義務があるというふうな。まあもしくは納めなければならない。まあそういうふうな規定。まあこれが書いてあるはずなんですが、この規定はありません。で、もしですね、いや、そうは言っても事業者が消費者が払った税金を預かって、それを納めますというふうなものであればですね、事業者はあくまでもその消費税の徴収義務者であって、納税義務者でない。つまり、徴収義務者という規定の中に事業者というふうなものが出てこなきゃいけないんですが、その徴収義務者というふうな規定も消費税法にはありません。で、当然のことながら、徴税義務者ということになればですね、まあ、徴税方法、この規定も必要なんですが、この規定もありません。つまり、間接税として必要な制度的な要件を一切備えていないということなんです。これはね、制度論で言えば、消費税はこういったことからですね、間接税ではなく、直接税であるということはこれ明らかなんですね。で、私はもともとね、総務省、旧総務庁系でありますから、ずっと制度論でいろんなことを解説しておりますが、制度論ってある意味絶対なんですよ。だって制度的背景があって、その上に成り立ってるわけですから。で、その制度から言って、間接税の要素が一切なければ、これも直接税以外の何もでもないってことなんですね。だからこれは誰も否定できないんですよ。ところがこの話をすると、いやーそう言ったって預かってどうこうこうこうっていうふうなことを言うんですけど、そういった方々が言ってる話というのは、この制度論には一切乗っかってこないし、彼ら制度分かってないから、制度論では反論できないんですよ。制度論で反論できないのに、なんとなく思いつきでね、預かってたやつをなんか収めないのを今度は収めるって話になってるから当然だよとかっていうね、どっかの社長がいましたけど、この人完全に制度分かってない人です。要するにですね、制度論からすれば明らかで、これに反論することはできないと。繰り返しになりますから、そういうことなんですね。じゃあ、間接の場合はどうなるんですかと。いうことをですね、ちょっと一つですね、これは地方税なんですが、宿泊税という、皆さん、どこでもあるわけじゃないんですけど、例えば東京都とか、あと大阪府なんかに行きますとね、そういうところでは宿泊費に加えてですね、別途宿泊費がいくらだったら100円とか、いくら以下だったら200円とか、それくらいの宿泊税というのを捉えたことがあるかと思います。で、その宿泊税ってこれは間接税なんですね。じゃあその宿泊税、これ条例でありますが、どういうふうな規定になっているかということをちょっとご紹介したいと思うんですが、これ東京都の宿泊税条例というものであります。で、こちらの第2条に納税義務者とあります。できましたね。じゃあどういう規定になっているかというと、宿泊税は旅館業法第3条第1項に許可を受けて行う同法第2条第2項の営業にかかる施設。要するに旅館とかホテルって営業するのは、旅館業法の許可が必要なんですけど、それから簡易宿所ってあるんですけど、それの許可を受けてるというふうな、そういうふうな施設における宿泊に対して、その宿泊者に課すると。ちょっと今、間を言っちゃいましたが、もう一回言いますよ。宿泊税は、旅館業法の許可を受けて行う施設における宿泊に対し、その宿泊者に課すると。納税義務者は誰ですか？宿泊者ですよね。そして徴収の方法。宿泊税の徴収については特別徴収の方法による。そして第6条に特別徴収義務者として、宿泊税についてはホテル等の経営者を特別徴収義務者とし、当該ホテル等における宿泊に対する宿泊税を徴収させると。これ先ほど私が説明した通り、納税義務者は誰ですか？徴収の方法はどうですか？徴収をする義務者は誰ですか？で、これ、規定されてますよね。つまり、宿泊者が払った宿泊税という税を預かって、で、その預かり方は特別徴収という方法によって預かって、そして、その徴収をするのは、ホテル、旅館の経営者が預かって、で、それを納める。まさに、預かり金ということです。もし預かり金であれば、こういう規定でなきゃいけないんですが、思い出してみてくださいね。消費税ってこんな人ありましたか？ないですよね、これ。どう見たって消費税って制度論から言えば直接税でしかない。そのことがですね、ここからも分かっていただけると思うんですね。ということになるとですよ、インボイスって何のためにやるんですかと。意味わかんないですよね、これ。消費税っていう税自体がですね、最初から一般財源として、設けられたものです。いろんなことを言ってました。直間比率の是正がどうだとか、社会保障がどうだと。その時に応じて手を変え、品を変えですね、いろんなですね、話をして、とにかく消費税ということを言ってきました。で、さらにですね、以前安倍政権の時の国会のですね、施政方針演説の中で、これ額に対してということですけども、消費税のですね、税収の5分の4をですね、国債の償還費にやってたということを、安倍当時の総理がですね、はっきりとばらしちゃったんですね。つまり、財務省はですね、嘘つきなんですけど、安倍総理の口からもですね、財務省嘘ついてましたということをばらしちゃったということなんです。ということになると、この税制って何のためにいるんですかってことになると、いらないんですよね。我々事業者、あらゆる国民に対して負担をかけてる。もちろんね、入還付金でね、うはうはしてる連中はいます、大企業ね、輸出大企業はありますけど、基本的にはほとんどの国民事業者に対して負担をかけることにしかならない。悪魔のような税制と。いうことなんですね。で、ここでね、ちょっと冒頭、とりあえず置いときますと言っていた、税は財源ではないという話に戻りますけど、税は財源ではない。少なくとも税収を前提にして、国はね、財政支出をしているわけではない。わけですね。何か目的があって増えすぎたものを減らしましょう。まあ、例えば、大気汚染物質が増えちゃったからそれを抑えましょうという税制がありますとか、もう景気が過熱しまくってるからそれを冷やしましょうというふうな税制であるとか、常にその富の偏在をね、是正するというふうな所得税や法人税のような税制。これは税収を集めるためではなくて、経済を調整する。そのための機能として非常に重要な役割を果たしているわけなんです。じゃあ消費税何ですかって言ったら、日本人を貧しくする、中小零細事業者を苦しめる、日本の経済規模を小さくする、本来の機能から考えると、いや、日本にとってマイナスのね、機能しかないのがこの消費税というものなんです。で、それをですね、さらにこのインボイスというものを入れることによって、その課税の対象を広げて、これまで免税で、しかも免税事業者の規定ってね、これはなくさないんですよ。これは残したまま、その課税対象を広げて、そして負担を増やすということですから、これほとんどなんか悪魔の仕業としか思いようがないですよね。で、これはね、もう皆さんに聞かれたことあるかもしれませんけど、結局このインボイスというのは、実質的には増税と同じなんですね。増税と同じじゃないかというと、いや、増税ではございませんというふうに財務省は答弁するんですけど、要は実質的に同じでしょ？だってこれまで納税義務を免除されてた人たちも払うことになりますから、だって増税でしょ？これだって。払わなくてよかったものを払うって。これ増税ですよね。これ増税じゃないってなんで言えるんですかって詰めていったら、おそらく財務省何も答えられなくなって、話をそらして、いや、消費税は社会保障の重要な財源でありまして、いやいや、だって社会保障の財源じゃないじゃん。だって一般財源なんだから、いやいや、わわわわわっていうことになるんじゃないかと思いますので、頭がいいということになってますから、まあ、徹底的に財務省をですね、責めてあげると、まあ、結果的に彼らの無能がよくわかることになると思うんですが、まあ、要はね、そもそも論から言っておかしな税制、それをさらに輪をかけておかしくさせるのが、このインボイスという制度でありますから、これは絶対に導入してはいけません。インボイスをね、導入してこれはというふうなことを言ってる、まあちょっとね、貨幣感が間違ってる方の中でも、いやちょっと今この景気の状態ではとか、地元の中小零細事業者がね、いろいろ困ってるから、ちょっと延期してくれないかという話もあるぐらいなんですよ。それをね、財務省さん、あなた方はそんなに強行したいんですか？強行したらどうなりますか？日本経済、潰れるよ。財務省さんはそんなに日本経済を潰したいんですか？という話なんです。やってることはそれと同じなんですよ、ということであります。で、一つね、ちょっとね、これ重要なポイントなんで言い忘れたんで付け加えておきますと、いや、そうは言ったって、非課税事業者だって、みんなね、消費税のっけで取ってるじゃないかと。あれはどうなるんだということなんですが、これは別途ですね、国内においてですね、譲渡する、まあ、取引ですね、する資産とかサービスに対しては、課税しなきゃいけないという規定が、これ、消費税法にあるんですよ。だから、やんなきゃいけないことになってる。彼らは別に、皆さんが税をくすねてるわけでも何でもなくてですね、法律に従ってちゃんと処理をしてる。まさにですね、順法精神の塊でやってるだけなんです。で、それが嫌だったら、消費税廃止の声を上げる。これが当然であります。でもそうすると、財源はどうするんだ？代替財源はというふうに言うんですけど、もう一回言いますけど、税は財源ではない。少なくとも、税収を前提に歳出をしているわけではないわけでありますから、別にこんなものいらないんですよ。だって目的も何もないし、曖昧だし、で、しかも、こっちでは一般財源でございますと言って、こっちでは社会保障の財源だ。ところが、そもそもの安倍内閣総理大臣が使ってませんでしたというふうなことを言っちゃったわけですから、もうとにかくね、財務省はね、もう消費税に関してはね、嘘しかついてないと。国民の皆さんに対しては嘘しかついてないと思ってください。だから嘘つきですから、もう彼らが何を言っても一切信じないと。そういうふうなことが嫌だったら、消費税は廃止、少なくともインボイスというこの意味不明な、本当ね、考えれば考えるほどね、意味不明な制度なんですけど、こんな制度は導入はしない。やめると。もうこの一択でいきましょうという話でございます。日本を取り戻す CGS 政策コンサルタントの室伏健一でした。